電信ってすごいわ。離れていても連絡できるし、船に何かあったら SOS も送れるし。固定電話を国内で普及させよう。最初の加入者は197世帯しかいないけど、大熊さんや渋沢さんも加入してくれたし、そのうちみんな加入してくれるでしょ。ショルダーホンやポケベル作ったけど、なかなか普及しないな。電話を移動しながら使うメリットなくね。公衆電話行けばいいじゃん。そうかな。ショルダーホンを小型化した。ムーバ作ったら爆売れした。メールや写真が電話でできるってすごい。もう公衆電話なんていかないな。なんか海外だとスマートフォンっていう、ネットができる携帯が流行ってるらしいわよ。ネットができる携帯？そんなの誰が使うんだよ。スマホ最高。やっぱいつでもネットできるって神。なんか海外だとメタバースっていうのを頑張ってるらしいわよ。メタバース？画質も微妙だし、絶対流行らないだろ。そうかな。